いよいよか。それって、いよいよだね。そうだな。よーし、楽しみだね。よう。Thank you.
いらっしゃい。そのことなんだけど、今日は作りたい武器の参考にいろんな武器を見比べてみたいのよ。町まで行けばいろんなプレイヤーの装備を見られるでしょ。それも76層まで来た高レベルプレイヤーの。キリトには使う側からの視点で武器を評価してほしいの。鍛冶屋の目と剣士の目が合わされば多角的な面から装備を評価できるでしょ。まずはブラブラしながらプレイヤー装備の配点といきましょうか。感じの剣もありってことか。ん？キリトとリズベットじゃねえか。二人で楽しくデートとは羨ましいね。皆まで言うな。男女連れ立って街を歩いてたら、そりゃデートってもんだよ。だからこれは。そうムキになるな。年頃の娘が毎日ハンマー振って青春を浪費するなんて悲しいじゃねえか。たまには青春を謳歌してもいいだろう。いやむしろこんな時だからこそ謳歌すべきなんだよな。だがキリト、若いのはいいことだけどよ。おめえ。ああ、だからそんなんじゃないんだってば。ほらキリト、あっちの店に行こう。そんじゃあな、たっぷり楽しめよ。あとでエギルに事情を説明しとかないと。そうね、気が重い。お二人さん、いらっしゃい。ついさっき珍しいものが入ったんだ。よかったら買うかい？何よ、今はそれどころじゃ。え、そうなんだ。キリトよろしく、お任せするわ。この古文書だよ。秘伝の書？ちょっと見せて。かつて武具を作る一族あり、一族の作る武具ことごとく優れ、その力は神のごとくなり、我ここに古より受け継ぎし、その武具の精錬方法を伝える。だって。そうみたいね。まずは特別なアイテムを集める必要があるみたい。素材にレラチオン鉱石、炉に入れる聖なる豪華、鍛冶に使うベルンドハンマー、それから最後に武器を使う相手と。ってここでページがちぎれちゃってる。
ねえ、これってなんかすごいクエストかも。ここまで家事に徹底したクエストは今まで見たことがないもの。それにこんな上層でハンマーや炉の火を揃えるクエストだなんて、これはきっととんでもないわよ。そんなにすごいものなんだって。兵士が武器に命を懸けているように、鍛冶屋にとって設備はものすごい重要なの。こんなので武器を作ったりしたらどんなものが出来上がっちゃうんだろう。なんだ？じゃあ、なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。どうかな。分かった、頼むな。任せなさい。それではボスの攻略に向かいましょう。
Thank you.
し。そうね。アクティベートしておいたから。わかった。